どこに行ったのじゃ。いつも用事のある時にいなくなる。どこに行ったのじゃ。チャイの大事なあんみつを食べた犯人はどこにいるのじゃ。犯人は分かっておる。カリン殿で決まっておろう。どこに隠れておるのじゃ。ちょっとお前セットを直してほしいのじゃ。おー、いやいやいや、髪の毛が抜けるじゃろう。もっと優しくじゃ。これおっぱいを触るのじゃない。触れているじゃろう。もういい。よし、これでよかろう。カリン殿、出てくるのじゃ。カリン殿、カリン殿。また怒ってる。なんでいつもカリは怒られないといけないんだよ。チャイ姫のあんみつ返してほしいよね。え、わらわはあんみつなんて食べてないぞよ。一体何のことなのじゃ。チャイ姫はあのさくらんぼが大好きなのじゃ。最初に寒天と小豆を食べて、次はおみかん、そしてあんこ、それから寒天へと戻り、これを繰り返すのじゃ。そして最後にさくらんぼを食べて種をペッてするのが好きなのじゃ。そういえばさっきわらわは一人で種飛ばし大会やったな。種だけじゃなくておみかんとか小豆とか寒天とか結構距離が伸びたのじゃ。あー、まずい、それあんみつだ。愛し合う二人、幸せの空、隣同士あなたとあたしお茶姫。これはまずい。お茶姫がこの歌を歌うとお茶デビルに変身してしまうのじゃ。愛し合う、愛し合う二人、愛し合う幸せの愛し合うの私お茶いデビル。わらわは一体どうすればいいのじゃ。